ことだからかな。え、あ、やっぱりがむしゃらにボールを追う姿とか、シュートを打つ時の真剣な眼差し、マネージャーパウルって声かけてくれて、私の渡したタオルで汗拭いてくれたり、あとね、試合に勝つと握手してくれるの。手が大きくて。何って鈴鹿くんが。あ、いやだ、あの、私、その、用事思い出したから、姉ちゃんさ、たまみお姉ちゃんと喧嘩してるって本当？すぐにってわけにはいかないかもしれないけどさ、今まで通り二人で遊んでれば、またいつか仲直りできる日が来るんじゃないかな。どうかしたか？あ、どうかしたか？皆さん、本日はようこそこの天の橋邸へ。聖なる夜をこうして学園の皆さんと祝えることを嬉しく思います。さあ皆さん、素晴らしいイブにしようではありませんか。メリークリスマス。楽しんでるか？じゃあ俺行く。
わ。あ、料理は早めに食っといた方がいいぜ。あ、黒先輩、どこにいるのか探しましたよ。今日はかっこいい先輩揃いですからね。自分も結構に忙しいですよ。でも鈴鹿くんは勉強できる子好きじゃないって言ってたと思うけど。こんな感じだよ。